じゃあ次は、えっ、ー、と、企業主体が何からしていいかわからないという質問に答えていきたいと思います。はい。あ、インスタで見てくださってる方も、あの、Facebook か YouTube の方で見ていただくとスライドとかも見れますんで、よろしくお願いします。はい。じゃ次の、企業主体が何からしていいかわからないという質問に答えていきたいと思います。はい。私がなりたい人、それは小田木安井さん。<laughs> 光栄です。なんか、恐縮です。本当うん。 あの朝日さんのメルマガを読むと、本当に言語化の大切さを感じました。とりあえず、無職のニート主婦なので、ぐうたら週末は息子とマリオ三昧でぼちぼち充電たまりそうです。つ次の欲望全開手帳のセミナーはリアタイできるようにテンション上げていきます。ありがとうございます。手帳買っていただいているところで、ありがとうございますで。ちなみに質問ですが、自分の商品の作り方が分かりません。起業したいけど、何から知ったらいいか分かんないので、参考にしてほしい音声などがすでにありましたら伺いたいです。 過去の経験でそこそこ実績があったりして変に調子に乗りがちなんですがやりたいか楽しいかと聞かれた心がときめく仕事が何か分かりませんどうやったらもっと前回で人生を思えるか助言がいてあげたら嬉しいですあーなるほどねこれねあのあれなんですよえっとこれさっきの方のあの質問にもちょっと通じるところあるかもしれないんだけどなんかその昔詐欺まがいのことをやって顔出しするのに抵抗がみたいな質問があったと思うんですけどうん あのこれがねあ,のあれよビジネスってあのここにも書いてますけど何でしょうね SNS をやるのがビジネスでもなければなんか何、うん、でしょうこうやってライブ配信するのがビジネスでもないんですよね。うん、あの私これあの構造生とかにはすごいあのビジネス 卒業生のサロンとかで結構よく伝えてるんですけどビジネスって究極あの目の前の人を幸せにすることなんですよ。うん、あの目の前の前人がなんかか困ってるとか この人もっとこうしたらもっと幸せになれるよなと思ったらそれを教えてあげる。うん。例えば、あの、ダイエットができないと、なかなか痩せれないと悩んでる人がいたら、自分がやってみてよかった。こんなダイエット方法よかったよっていうのを教えてあげるとか、まあ私だったらね、昔その恋愛で悩んでるなんか彼が、あの、いつまでたってもプロポーズしてくれないっていう悩みを聞いたら、え、ちょうど今どういう話になってるの結婚のなんか将来の、将来設計の話とか、彼としたことあるとか、 あのとりあえずまずその話し合いからした方がいいんじゃないとか、うん、パートナーシップに悩んでますセックスレスで悩んでますっていう人に対して「えあのセックスレスで悩んでんだったらとりあえずこうエロい下着を買って彼の上にこう彼の布団に潜り込んだら一発で解決するよ」とか <laughs> なんかそういうとにかく目の前の人が何かに困ってたりとかあのした時にその人をちょっとだけ幸せにしてあげるっていう。 あの、それなんですよね。うん。で、だからね、あの、特にこういう私、SNS とかを結構ビジネスに活用してるから、こういう私とかを見ると、あの、あ、ビジネスって SNS やることなんだ、みたいな、SNS でフォロワー増やして、そのフォロワーがなんかお客さんになって自分の商品買ってくれるってことですよね。ってことは、フォロワー増やさないとダメなんですよね、みたいな感じのノリで来られること多いんですけど、 あのはっきり言って、あのなんだろう、SNS って、すごいビジネスの、ビジネスでいろいろね、ビジネスでこういうことしようね、ああいうことしようってある中の超最後っていうか、あの全然別にやんなくてもいいというか、あの強いて言えばね、SNS なんていうのは、あの広告、うん、チラシとか広告を出すの、CM 流すのってお金かかったじゃないですか、昔。うん、あれが自分で自前で無料でできるよっていうだけなんで、あの広告の効果しかないんですよ。 だからね、あので売るものもないのに、いきなりチラシ作ろうって言ったって、作れないじゃないですか、何載せるのみたいな、うんあの、売るものも値段もあの、その商品の良さも何も決まってないのに、チラシ出せない、だから私はあのいきなり SNS で,できないと思うんですよ、いきなり SNS やるっていうのは、いきなりチラシ作るのと一緒で、え何書くのみたいな話になっちゃう。 のに、なんかなぜか SNS から始めちゃう人って多いのがマジ謎だなと思っていてで、だからねあのさっきも言ったようにあのビジネスの基本って本当に目の前の人をちょっと幸せにする。で、まず目の前の前人ををちょっと幸せにしたら、それを もう一回り外側から見てた人が、え、なんかサギさ,さんの周り幸せになって人多くないですかどうしてですかあ、いや、実はね、あの、私恋愛のアドバイスが得意っぽくて、みたいな。え、そうなのじゃあ私も、なんかちょっと教えてください。あ、いいですよ。こうしてこうして。いや、すごいサギさ,さんのアドバイス熱中役に立ったんで、今度ちょっと友達連れてきていいですかあ、いいっすよ、っすよ。で、友達に、まああなたはこうした方がいいんじゃないですかみたいなことを繰り返していって、 で,でそれをある時あのそのこうしたらいいんじゃないですかしたらいいんじゃないですかっていうのをあの SNS を使って同じことを言ったらすごい遠あのもうちょっと遠くの人もなんか見つけてくれて届くみたいな話じゃないですか,か要はねあのひ一回りずつ幸せにしていくっていうのをやっていったらそれがビジネスなんですよ。うん、そうんそ だから、なんか、あの、企業主体が何からしていいかわからないっていう人は、あの、そう、周り幸せにね、あの、周りの人を幸せにするんですよ、とりあえずね。あの、周りの人が何に困ってるか、何に悩んでるかっていうのを、まずは聞いて、で、親身に相談に乗ると。うん。っていう、もう、そういうすごいシンプルなところですよね。うん。 だから、あの、まずは周りで困ってる人の役に立ったらいいんだと思う。うん、別に悩み相談に乗んなくても、例えば、うん、そうだな、なんかインスタにつくあの、載せる用の画像がうまく写真が撮れないだったら写真撮って、代わりに撮ってあげてもいいし、うん、なんか、なんでしょうね、あの、YouTube やってみたいけどやり方わかんないやったら、なんかこうやってやるんだよって教えてあげてもいいし、なんか目ブロの解説の仕方教えてあげてもいい。まあまあ、なんでもいいわけよ、とにかく。なんでもいいから、とにかく人が困ってた時に助けてあげるっていう いうことをしたらそれがあのいろんな形で返ってきてその口コミであったりお客さん紹介だったりでそれが積み重なっていくとある時それがあのお金に換算できるのでまずは目の前の人はい幸せにしてみるっていうことをねやってみてほしいなと、うん、思いますそうそうそう周りの困っている人に親身に相談私のビジネスもだって本当にそこから始まってるからね本当にあのこれガチですよガチであの周りの友達の恋愛相談に乗っていてでそれを私が あの前職のね営業してたから営業の取引先の部長とかにいや私恋愛相談得意なんですよねって話したらえそうなのじゃあ今度うちの会社の,あの女性スタッフとかにちょっと恋愛相談会乗ってやってよって言われていいですけどっつってあの恋愛相談会をよく建設業界の会社でやってていろんな会社でセミナーを。 <laughs> なぜか始めることになってそれをやってるうちに私は育休になったから「いや浅木さんまたセミナーしてよ」って言われたんだけどえでも私育休に入っちゃうんであの今月はもうセミナーできないと思いますあじゃあセミナーできないかわりにちょっとブログとかにまとめとくんでそれ読んでくださいって言ったので、ね、私ブログ始めたんですから,だから本当にあの周りの人を助けたらそれが一個ずつこう <laughs> が広がってって最終的にここになったっていう本当にそれなんですよ。うん そうだからあのうちの朝ゲストとかって本当にあのビジネスの起業のスタート一歩目とかがすごくあの踏み出しやすい環境が整っていて踏み出せる人がすごくたくさんいるっていうのが結構売りというかあの話題というかね、うん、そういう評判なんだけどそれって本当になんかうまくいってる人ってあの そのね、うちのアサギストとかでビジネスをうまく始めて軌道に乗せれた人って結局何やってんのっていうことを言ったら、その同じ、その、例えば16期とかの講座生で、なんかこんなことに悩んでる人多そうだから、こんなイベントしてみます、みたいな、私の経験からこういうことについて話すイベントします、みたいなのをまず話して、で、それがみんなのすごい役に立って、え、ちょっと今度個別で相談乗ってもらってもいいみたいな、え、じゃあ、その代わり5000円でもいいみたいな感じから、本当に始まって、 人たちがうまくいってるんでだからうちは全然 SNS とかねあんまりやんないでもあのビジネスを始められるっていうのはやっぱり目の前の人にちゃんと役に立つからなんだよねこの人が困ってるから助けてあげたいってい気持ちから始まってるからあの全然なんだろう失敗することとかもないし、うん、っていうことですよ。そそううななんんんでですよ、うん、服があんまめからもったいないそうあそうねねこ,これでね <laughs> じじゃここんな感ででどうどううかしらこれで、うん、はい <laughs> そうでもこのね、うん、服ねなんかあんまりヴィトンっぽくないんだよねこれよく見たらヴィトンなんだけどそう何が繋がってるか分かんないこれねそらすごいバカ肉はあのインビジブルな <laughs> はいまあそれはいいや。 はい、そうそうそうこの人もっとこうしたらいいのにって思ってたことを言ったらビジネスになったそうこういうのがねすごい本質的なわけようんうんそううんはいうんそうそう朝ゲストに無料で始めるっていうねそうなんかこの人助けなんかこの人の役に立ったらいいなみたいな気持ちから始めるっていうのがねいいんだと思いますはいだからまずはあの目の前のっていうか周りの自分友達とかが何に困ってるかで困ってることがあったら自分できる範囲で助けるっていうことをやってみてくださいはい